爆食しまーす。もう一個分かった。チキン2つの店舗で買っちゃった。はい、あ、私の大好きな大根も2つあります。1回開けるよ。やばい、こっちの方がいっぱい入ってるかも。うおー、やばね、やばいぞ。ビールも出さなきゃ。じゃん、やば、パイの量じゃない絶対に。あや、落ちるとこだった。絶対落とさないやー、切った。チキンこれも美味しそうです。ボール、じゃーん、パン、パンいっぱいあります。こっちはナナさんの塩パン、パン、こちらプリンプリンソースです。もう今回の旅で3回出演してます。せーの、じゃーん。好きな、これ何個目っていうぐらい食べてるよね。じゃーん、じゃーん、たっぷり。うん、やっぱり1位かも。1位、うん、1位、うん、おー、このソースがね好きです。これプリンプリン、なんで私いつもプリンクリンって言っちゃうんだろうなんで、どこの情報うまいよね。うん、最強だな。うまっ。食べてみようかな。うん、めっちゃ辛いって言ってたよね。うん、食べてみてください。ちっちゃい。あ、あれだいぶ辛そうだね。あとに来るやつだ、これ。うん、ピリピリ。こんな時は大根だぜ。いいね。こっち行こう。うん、うまっ。うん、これにこれも合う。ほんと？え？ほんと？でも全部これの味になるうまっ。ビール、美味しそうな顔してた、うん、こっちも食べたいけど一回こっち食べたい。私が一番絶対美味しいだろうと思ったパン。小食なこといたらさ、太んないかと思ったんだけどな。無理でした。食べてくれたの。そう、倍以上食べてるから怖いわそれは本当にそうマジで倍ぐらいカロリー取ってる自信あるもん。じゃん、ん、スイートポテトパン。うん、クリームと芋が入ってる。じゃーん、やばい、マジで。いただきます、楽しみ。匂いがすごい、よもぎだ。あ、よもぎなんだ、うん、その上が何なの。中へ何か入ってる。あんこ、うん、好きそう。うん、うまっ。よもぎのベーグルみたいなのの中にもうめちゃくちゃぎっしりあんこが入ってて、くるみが乗ってます。うまい。美味しい。うん、いる？いらん。だよねやっぱさ、チーズボールしか勝たんかもしれん。私の一番のお気に入り。うん、食べても美味しい。うん、てかクロミちゃんの説明してない。クロミちゃんの説明してください。クロミちゃんです、はい、こちらクロミちゃんですかわいい、かわいい、ナナさんに借りたクロミちゃんです。かわいいです。え、結構の辛さ。注意されたのにね。ね、辛いよ。 OK、 ね、OK うん、でもこの辛さ、あ、辛いね。なんか残るよね。うん、そうなんですよね。これ美味しすぎて朝食べたい。じゃあ残しとけ。うん、
このディッシュ色はやばくない？うん、忘れて、あ、うわ、え、何？ちょっとフォルム、かわいそう剥がれてしまった。大事な真ん中剥がれちゃった。アーモンドクリームが入ってます。これは新作です。いる？大丈夫、うん、知ってる味覚が全然違います、うんうん、びっくりするぐらい味覚が全然違う、うん、やばい、もう半分食べちゃった。もうこのライン来ちゃった一口もでかいから、ほんとやだうん、韓国のクロワッサンってマジでうまいんだよ。そうなんだ、うん、え、これ永遠に食べると思う。こんなんだよ、潰したらマジで潰さないでうまっ。うん、あ、ちょっと待ってさ、早いくない？待って、ちょっと一旦置くよ。いる？何ですかそれ。え、これあのあれ、あー、大丈夫食べたい時ないでしょ、私のやつパンはね、あ、これめっちゃ入ってた。本当だ、明日飛行機飛ばなかったら終わりだね。また雪降ってるし、うん、オープニングだらけのあれだね。本当にこんな旅あるんだね。うん、なんか韓国の天気が多分やばいと思う今の。うんうん、なんかチェジュの、うん、ソウルもやばいんじゃない。うん、うん、おいしい。やっぱこっちだわ。今日それまだ一個も食べてない。え食べな醤油の方ばっかり確かにこれ食べてないのね。醤油をハマっちゃった。うん、なんかくどくないから、うん、美味しい、うん、おいしい。3個目、うん、標準、うん、うまっ。無事帰れますように。来るかな。うまっ。うん、のんきに食べてる場合じゃないのにクロワッサン食べ終わっちゃいました。ありゃま、はい。ではね、残ってるねパンは明日の朝食べるか飛行機持っていくかで、チキンたちは今からまだね食べて夜中とかにも食べて過ごしたいと思います。ラーメンも買ってあるし、お粥とかも買ったし最高です。はい、じゃあバイバーイ。 PCR 願って明日帰れますように。じゃあね。